お待たせいたしました。続いては年一の皆さんです。チームのご紹介をいたします。年に1回いいとこ取りのダイナミックな演舞を披露するために踊り子として活動していた仲間たちを集めて、所沢市を拠点にしたよさこい鳴子踊りのチームを結成いたしました。さあ、それでは年一の皆さんです。どうぞ。会場の皆様、こんにちは。埼玉県は所沢市からやってまいりました年一と申します。年に一度のお祭りで人の心を揺さぶるような踊りをしたいと2019年に立ち上げました。まだまだ新しいチームでございますが、このコロナ騒動でですね、3年間皆さんの前で踊ることができませんでしたが、今日本日この素晴らしい大会でですね、開催していただきまして、主催の皆様、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。今日私たちはここで産声を上げます。初めてです。オリジナルの演舞をここで初めて踊らせていただきますので、今日は太鼓の迫力と踊り子のかっこいい演舞で皆様の心に響くよう一生懸命踊らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。